皆さんこんにちは、パラトリテレビナビゲーターの中島れお子です。そして皆さんこんにちは、鳥類パラトリカのPちゃんです。3度目の正直、2度あることは3度ある。3年前の3年目の浮気ぐらい。はい、ということで今回も始まりましたパラトリテレビでは、障害者と多様な分野のプロフェッショナルによる現代アートの国際展横浜パラトリエンナーレの魅力や最新情報をお届けするとともに、今年のオンライン会場にもなるテレビ番組なんです。そして今日のラインナップはこちら。なるほど、ほうほうほう、今日も盛りだくさん、うん、盛りだくさんだね、うん、面白そう、ね、今日は先日私たちが重複支店コラボに突撃した様子が放送されるんですよ。僕さ、うん、人前に立つの初めてだったから緊張しちゃって何にも覚えてない。どんな回だったか振り返るのにちょうどいいじゃん。そうだね、ね、それでは早速ご覧ください、どうぞ。世界一最速の称号は近い将来義足のランナーかもしれない。耳の聞こえない外国人に道を尋ねられた。英会話には自信があったのに何も教えてあげられなかった。本日横浜パラトリエンナーレ総合ディレクターのクリスさんと、今回対談してくださるのはですね、2020年渋谷重複市の日常を体験しよう展、略して重複市展を主催している NPO 法人ピープルデザイン研究所代表理事の、須藤慎二さんです。はい、まずはじめに、横浜パラトリエンナーレ総合ディレクターのクリス芳恵さんの紹介をさせていただきます。うん、アート、デザイン、エンタメの世界を自由な発想で横断し、新しい価値を創造するプロジェクトを多方面で展開。2010年、骨肉腫による右下肢機能全廃で、障害福祉の世界と出会った後、NPO 法人スローレーベルを設立。そして、東京2020開会式、閉会式、総合プランニングチームクリエイティブディレクターをやられております。はい。そして続いて、NPO 法人ピープルデザイン研究所、代表理事の須藤慎二さんです。心のバリアフリーをクリエイティブに実現する思想や方法としてピープルデザインという新しい概念を提唱、国内外の、教育機関との連帯や、渋谷区や川崎市の行政と連帯した街づくりまで幅広く活動されている方なんですね。それでは、須藤さん、クリスさん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お願いします。はい、改めまして横浜パラトリエンナーレ総合ディレクターのクリスです。須藤さん、よろしくお願いします。どうもご無沙汰してます。ご無沙汰ですっていうか、リアルに会うのがご無沙汰だよね。本当ですよね、うん、なんかどうします今年とか言いながら、そうそう、あっという間になんか今年後半に入っちゃいましたよね。そうだよね、時々あのズームでね、そうですね、やり取りしてたから、あの、まあ、ほとんど、まあ、実際ご無沙汰感っていうのはあんまないんだけど。そうですね、元気にされてました、うん、うん、おかげさまで。いやいや、あの、今回お招きいただきまして、なんか どっちがゲストでどっちがゲストだかわからない感じ。でも完全にあのお招きいただいてる気分で来てるんだなんか、今日の配信は重複市のチャンネルの中で、うん、私たちパラトリテレビがこう乗り込ませていただいていて、うん、で次9月13日のパラトリテレビの時には、うん、重複市の放送がまた流れるっていう形なので、まあ一緒に行ってこいのブツブツ交換みたいなそうですね、うん、形でお届けしたいと思います。そうだね。まあ、あんまり今日のディレクターズトーク、キメキメで、あの、うん、予定調和な感じ、あんまりお互い好きじゃないじゃないですか。うん、だからちょっと、あの、ライブな感じで、いいんじゃない？いつものノリでお届けしたいなと思っていますが。クリスさんと話し始めるとさ、まあ、大体3時間から3日間ぐらいかかるじゃない？かかりますよね。今日これ何分ぐらい喋れるの？今日ね、40分、40数分なので、うもうあっという間。ああ、嬉しいな。あっという間です。うん、はい。OK。今回、重複視点って、
何年に始まったんでしたっけ。ちょうどね、今今年が7回目ってことは、だから2014年か。だから同じですよね、うん、パラトリエンナーレも2014年スタートなんで、うん、そうだよね、同じ時期にスタートして、で、うん、今年今回が最終回。そう。それも、私たち一緒で、うん、やっぱオリパラの2020年の文化プログラムっていう位置づけだったので、私たちの場合は。7年前ってさ、あれ、オリパラ決まってた？決まってました。実はね、僕らのこの超福祉展っていう、このタイトルでやるのは7回目なんだけど、うんうん、その前の年に、もう始めてて、いわゆるテスト版っていうのを、はいはいはい、浦原宿のギャラリーと青山の国営大学でね。で、企画自体はね、なんかその、まあ、障害が、まあ、僕自身の息子がその障害を持っているっていうところもあって、うん、まあ、始めてる活動である一方でね、だらだらやっててもしょうがないなっていうところで、まあ、桃栗3年柿8年と、うん、まあ、語呂もいいから2020にまでに、まあ、僕らの事務所のある地元渋谷区を、まあ、多様性に寛容であるっていうね、その風景を作っていこうっていう、その直後にオリパラが決まってくる、たまたまなんだけどね。あ、本当ですか、うん、確かに2013年に決まって、うん、オリパラがね、で、うん、そうで、私たちは横浜市の文化プログラム、うん、の、位置づけで企画提案して始まったって、うん、2014年っていう形ですね。そっか、その頃ってさ、クリスさん、いろんな活動も今もされてるけど、クリスさんがやってらっしゃったあそこの青山の、はい、場所に、はい、スピーカーとして呼んでくれたのもあの頃だった。あれがパラトリが始まった翌年とかだったかな。2015年とか、うん、それこそね、ロンドンからゲストも来てたりとかしたタイミングだった気がする。そうだったよね、うんうん、そうなんですよ。で、あとアトリエコーナスの白岩さんとですよね。そうそう、スパイラルのね、そうそうそう、素敵な場所にお招きいただいて、最初に僕直接クリスさんのお名前は以前から伺ってたんですけど、お目にかかれたのがあのタイミング。そうですよね、5、6年のお付き合いっていう。本当ですね、なんか毎年毎年超福祉のタイミングに呼んでいただいて、うん、なんか登壇したり展示させてもらったりいろいろやらせていただいて、うん、なんかあっという間に2020年が早いよな、来てしまいました。本当に本当だよな。クリスさん全然変わってないけどね。本当ですか。ああ変わってないですよ、須藤さんも。いや、髪の毛のね、量がかなりパンクになってきたよねヒップホップっていうかああそうですよね、うん、2020年もう来ちゃって、いや、なんかどうですかね。なんか14年に立ち上げた時に2020年こんな感じになると思ってました？正直そんなわけで、そのオリパラっていうイメージはあんまり持ってなかったんで、うん、まあ、この重複視点以外にもね、いろんな具体的なアクションを渋谷中心に展開はしてるんだけど、うん、どうなんだろう、やっぱり物理的にオリパラのパラがあったことで、空気が大きい、こう風が吹いたっていうところは正直実感してるよね、うんうんうん、そうですよね。で、あの頃はやっぱり僕電車で普通に通勤してるんだけど、うんうん、渋谷の町々、まあ、ハチ公だったり原宿だったりのゾーンに、うんうん、はっきり言って障害者と、まあ、特に外見から身体障害者って見える子たちは当時はほとんど皆無に等しかったけど、へー、今は1日に 2、3人は普通に、へ、車椅子だったり白杖だったり、うん、なんだっけ、ヘルプマークつけて、はい、まあ、目に見えないハンディを持ってますっていうような方々が普通に小町の中に来てるっていう風景は、はい、もう違和感なく実現できたっていう実感は持ってる。あ、それはすごいですね、うん、これは僕らがどうこうっていうことじゃなくて、うん、そういろんなこの風が吹いたりっていうね、うん、ことなんだと思うんだけどね、うんうんうん、なんか渋谷なんて私からしてみたらもう最もバリアフリーじゃない街っていうか、そうだね、うん、バリアだらけの街で、うん、もうなんか段差っていうレベルじゃないっていうか、何階層にもなってるから、うん、なんか駅の周りとかももうどこ行っていいのかわからないみたいな感じで、うん、自分自身がこう2010年に障害者になって、うん、最もこう足を運びづらくなった街の一つ、うん、その障害者になる前はそれこそ高校生の頃とか、うん、もう買い物行くって言ったら渋谷に来てたんだけど、うん、障害者になったら最も来づらくなった場所だったりしたんですけど、うん、でもそれがその2020年でちょっとずつその意識が変わって、うん、障害のある人たちが出てくるようになった、私も出てくるようになったし、うん、それって結構すごいことですよね、うん、まあ、
すごいことっていうか、やっと当たり前な状況に、まあ、日本が追いついてきたってい いたっていう感じかな。本当ですね。いやなんかパラトリエンナーレの方は、まあ、2020年そうですね、なんかこう全く、まあ、立ち上げた時に目標として掲げてたのが、うん、なんか障害者っていう言葉がなくなるみたいな、うん、こうあのイメージを持ちながらやってたんですけど、うん、まあ実際もちろんその行政とかいろんなもので障害者っていう言葉はなくならないんだけど、うん、でもなんとなく意識の中での障害っていう障害者みたいな意識はだいぶなんかなくなってきたっていうか、うん、結構なんかもうあのみんな違う人同士だよねみたいな形で、少なくとも自分の周りはなんかこう共にこうクリエーションしたりとか、うん、いろんなプロジェクトやれるようになってきたなっていう違いは感じてますね。そうだよね、まあ、まあバリアフリーもそうだけど、障害者も所詮文字として視覚認識できる一つのオブジェクトじゃないです か、うんうんうん、だからその響きを要は柔らかくしようっていう、そういう発想自体がある意味もうボーリングっていうかさ、うん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 、で障害者は障害者で別にいいじゃないと、うん、でその障害者のクリスさんって話じゃなくて、うん、クリスさんだけど何かみたいなさはいはい、はい、そういうことなんじゃないの要は、うんうん、本当ですよね。いやなんか結構なんだろう、ちょっとずつちょっとずつやっと意識が変わってきたので、まあなんかこう生きやすい、少なくとも自分はちょっと生きやすい社会になってきたかなっていう気はしてますね、うんうん、多分さ、これ僕の、まあ、個人的な意見なんだけど、うん、結局さ心のバリアフリーとか、まあ、物理的なバリアもそうだけど、それってさなんかそこになんか助けてあげなきゃいけないとかさ、うん、思いやりだ優しさだ、それを発動させないと私としてどうなんだっていう、こういうさなんかこう教科書で教室で学んだ何かをベースに作られてる我々の意識じゃない、うん、でそれってさ欧米って一概にあの引っ張ってきたくないんだけど、うん、事実として、うん、いわゆる先進諸外国ってさ、うん、幼稚園保育園小学校の頃からハンディキャップを持ってる子を分けてないじゃない、うん、遊びや学びの場で、うん、日本ぐらいなんだよね、小学校に上がって特別支援クラスと、しかも今数増やそうとしてますからね。それもう参っちゃうよ本当に。精神病院と言われてる構造自体が最多の国も日本だしさ、うん、だからやっぱりあの愚痴とか不平不満というよりも、うん、前向きな批判としてこれおかしくねっていう、うん、そういう意識はやっぱ我々持つべきだと思ってて、うん、でそれをねなんかこうイデオロギーでこうあるべきだっていうよりも、うん、純粋にその分かれてることによって知ることができない、うん、知らない裏側にあるその無知の裏側にある恐怖、はい、いうところの、はい、そこがさ、まあ、ほぼ宇宙人とお化けの遭遇率ぐらいだったわけでしょ、はい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 、障害持ってる人との街での出会いって、うんうん、あるいは学校の出会いって、うん、だからその無知を知に変えるだけで、うん、まあ、言えば慣れるっていうことだけで、うん、なんか大方8割方のいうところの心のバリアはフリーになっていくっていうね、うん、あのそういう感覚っていうのは強く持ってるんだけどね、うん、どう？いやでも本当そう思います。なんかやっぱり恐れっていうか知らないことが恐れにつながって、それが差別につながるみたいなことって、うん、きっとあるだろうなと思ってるから、あるよね、うん、やっぱなんか本当に知っちゃえばいいし、一緒に何かやっちゃえばすぐ友達になれるしみたいな、そんな難しく考えることじゃないんだけど、でもそのきっかけがやっぱりこう社会の中になんかこうあんまりないから、うん、っていうのはあったけど、でもまあ、あのそれがやっと増えてきたのかなっていう気はしてます。だってこんなね、光栄の中で渋谷のど真ん中でこんなことやって、うん、たくさんの方が来てくださるし、うん、だいぶその辺ではね、我々きっかけ作りはしてきたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、いや本当だよね、あの、うん、クリスさん本当にあの先行プレイヤーとして、あの今日あの MC であのこの番組を進めておられる中島さんなんかもそうだよね、うんうん、あのやっぱりハンディキャップがあっても自らが見られる対象として、うん、言ってみれば周囲に慣れてもらう対象として、うん、やっぱりその姿をこう軽やかに見せてもらうっていうことはさ、うん、学校教育の空間では分かれてても、うん、社会でそれが実現していればさ、うん、またもう一回リカバーリバイバルしていけるっていうさ、こう慣れ感の促進っていうのはね、あの実現できるよね。いや本当そうだと、うん、本当中島さんとか、うん、もう本当もっともっと活躍してほしいっていうか、うん、本当もっとバラエティ番組とかさ、普通にテレビ番組とかにももっと出てほしいし、うん、なんかこれが当たり前になるっていうことが、うん、
なんかこの2020年以降日本の中で実現していけたらいいなっていうのはすごい感じますよね。そうだよね。でもそういう意味ではさ、また一方で僕らこの超福祉展っていうイベント自体の目的はね、その障害者のために何かっていう意識はさらさらないのよ、うんうん、その僕らの団体の要はビジョンでもあるんだけど、その心のバリアっていうのを壊していく、うんうん、その先にいわゆるインクルーシブだとかダイバーシティが実現するんだっていう仮説の中で、この心のバリアをこうワクワクドキドキしながらこう壊していくって、まあ自称クリエイティブにって言ってるんだけど、その手段の一つがこれなんだよね。でもさ、今年までその7回パイロット版入れて8回やってきてつくづく思ったんだけどね、前半は比較的そのテクノロジー、その技術、イメージある、そんなイメージあるね。で実際にそのハイスペックな電動車椅子とかさ、義手義足っていうそのプロダクトにフォーカスしたりして、さまざまな展示っていうのを真ん中に置いてたんだけどね、だんだんその今日みたいな、クリスさんも何回かお世話になったけど、シンポジウムっていう、こう語るっていう形で、そのバックグラウンドだとか、そこに至る語り部の裏側っていうのをこうフォーカスしてたっていう中間期と、で今年ね、振り切れたのは、結局コニャンのもさ、お金かかんのよ、結構苦しいでしょ、わかる、毎回わかる。そんでさ、もう大企業にも何万枚っていうプレゼンテーションとプレゼンテーあの紙をさ、持ちながら提案しても、なんかなっていう、正直な、ちょっと空虚感みたいなのもありながらもね、実は今日までクリスさんをはじめこの超福祉展というイベントに関わってくださってる方がこう雪だるま式に友達の友達が友達だったみたいなことも含めてね、膨らんできたと同時に、その今なんて言うんだろう、文字通り理想に向かってやってますっていうプレイヤー、すなわち人っていうのがね、もうボンという単位で顕在化してきたなっていう。とっても今年のキーワードは集え超福祉プレイヤーってことで、なるほど、まさに福祉を超えて生き生きと、だから何っていう感じでね、前向きなこう批判を解決するアクションに変えてる人たちをお招きいただいたっていう感じの中で、ぜひクリスさんにはご登壇いただきたいなと思ってね、ありがとうございます、声をかけた次第なんです。ありがとうございます。いやなんかそう、やっぱり結局人なんですよね、間違いないよ、なんかやっぱ何かを生み出すのもそうだし、やっぱり人だなっていうのは本当にパラトリもやってて改めて思うし、まあなんか結局こう手段は変わっていたとしても、結局その中心にいるのはやっぱ常に人だし、あれクリスさんさ、運営母体としてスローレベルを立ち上げて、で今その大きなお題としてパラトリっていう、材料に対峙されてると思うんだけど、どう今僕のやっぱこう人っていうね、まあ企業は人なりっていうさ、フレーズも含めてそれはもう古くから語られてるんだけど、本当に人だなっていう思いの理由はね、諸般の理由でその大きな組織に属してると人はいいのにえっていう、そういう結論に至る、あるいはその志の高い人とやり取りをしてたのに、人事異動でどっか行っちゃって、でいきなり話がゼロに戻るとか、普通人と人との付き合いではない諸般の現実っていうのもこっち側にあるじゃない。ありますね。その中でやっぱり今日までパラトリをこう続けてこられたっていうところの、まあ、人っていうものを起点にしながらも、いくつかのこう思いとか、困りごととか、あるいは解決してこうなったとか、なんかそういう背景にまつわるお話ってある？いやなんかそれこそ本当に2014年にパラトリ立ち上げた時に、やっぱりどんな面白いプログラムを作ったところで障害のある人たちが参加してくれない、やっぱそこにアクセシビリティの課題がある、当事者、障害当事者、そうやっぱりその施設の中にこっちがアウトリーチでアウトプログラム持っていけば、楽しんでくれるけど、パブリックスペースに来てね、障害のない人と一緒にやろうねって言った途端に来なくなるっていう現象はやっぱり起きて、でアクセシビリティの課題であると、でそれを取り除くためにどうするかって言った時に、やっぱアクセスコーディネーター、カンパニストっていう人の力だっていう結論に行って、人を作るっていうところを中心にしながら、そのバリアを取り除くっていう活動をやってきたのが割とこのパラトリエンナーレのきっかけっていうか。アクセスコーディネーターってどういうことやん？
あのプログラムに参加するためにやっぱりいろんなバリアがあるわけですよね、うん、障害のある人たちは、うん、で特にうちのプログラムも本当に多種多様な障害のある方たちなので、うん、その人一人一人にやっぱりいろんなあの、まあ、物理的なこう参加というかその場所に行くためにバリアがある人もいれば、うん、こう気持ちの面でバリアがあるっていう人もいたり、まあ、いろんなバリアがあるわけだよね、情報のバリアとか、うん、だそれをこう取り除くっていうところをアクセスコーディネーターっていう専門家が取り除くお手伝いをするっていうことをして、うん、でアカンパニストって伴走者っていう意味なので、はいはい、あの今度はじゃあその場所に来れました、プログラムにたどり着きました、うん、じゃその中でクリエーションする時のさまざまなバリアっていうものをまあ取り除いたり一緒にやっていくっていうところで伴走者としてアカンパニストがいるっていうのが割とそのうちのこうシステムとして出来上がってるっていうか、すごいね。そのメソッドってなんかひな形があったの、それともクリスさんが活動の中で自ら立ち上げられた、活動の中で作ったんですよ、ひな形ないの。だからもう本当にそれこそこの6年かけて作り上げてきたって感じで手探りだったので、なるほど、やっぱ正解はないし、うん、とにかくプロジェクトやりながらやりながら失敗しながら、うん、いろんな批判も浴びたり、うん、喧嘩もしたりいろいろしながら、うん、日々やってるっていう中で、やっとここの2020年に来て、あ、なんかこう、アカンパニストってこういう人だよねとか、アクセスコーディネーターってこういう仕事だよねっていうことが、やっと定義づけできるようになってきたっていうか。それ具体的にもう一歩踏み込むと、具体的に、例えば事例を挙げてこんな感じの時にこうするって、例えばなんか。例えば、うん、あの、私、リオの、あの、パラリンピックの旗引き継ぎ式のステージアドバイザーやってるじゃないですか。はいはい、ね、うん、あの時も、あの、障害のある人4人、うん、あ、障害じゃない、アクセスコーディネーター4人、うん、アカンパニスト4人っていう人を、こう、一緒にリオまで連れて行ってるんですよ、うん、でやっぱり東京とか、まあ、それぞれの住んでる地域からリオに行くまでっていうのにはさまざまなこういろんなこう準備することもあるし、それそうだ、その向こうの滞在するホテルでも、うん、人によってバスタブが必要な人、バスタブが逆に邪魔になる人、なるほど、あの部屋の広さがこれぐらい必要な人、逆に広いと困る人とかって、まあ、一人一人ニーズが違うじゃないですか。そういうのをこうヒアリングしたりとか、うん、まあ、必要なものを整えたりとか、まあ、実際にホテルを予約したりとか物を揃えるっていうのは当然路地回りのスタッフさんが向こうにいるんだけど、うん、その人たちにはやっぱ何をヒアリングしていいのかもわからなければ、うん、どんなこう設備を整えたらこういいのかっていう配慮の方法がわからないので、はいはいはい、そこを全部こう丁寧にこうアドバイスしていくってこととか、当然一人一人ニーズ違うので、まあ、それをこうヒアリングするっていうこととかを誰でも聞けることなんだけど、やっぱそういう普段から障害のある人と接してないと、うん、これ聞くと失礼かなとか、うん、プライバシーに影響するかなとか、うん、本当は安全安心な環境を配慮するために聞かなきゃいけないことってあるんだけど、それが意外と聞けなかったり、うん、コミュニケーション取れなかったりする、だそこをあのアクセスコーディネーターがこうカバーするっていうことをリオの時にはしてるし、すなわちそれってあのリオの現地の人もやっぱりこう日本人のメンタリティと近い、何か聞いちゃいけないんじゃないかなみたいな、そういう雰囲気も実際あるってこと。あのね、リオの現地の人っていうかね、路地の手配とかするのは日本側のスタッフなんですよ。あ、大方日本人か。はい、某あの代理店とか、まあ、組織委員会から発注を受けた、まあ、代理店さんなどと、代理店さんからまた発注を受けた旅行代理店とか、まあ、いろんなそういう人たちが手配するんだけど、あ、まあ、その人たち普段障害者とやってないから確かに分からないし、変な遠慮が働くんですよ。いや、分かる、うん、わかるよ。だから、お方、あの、なかなか理解してもらわなきゃいけない労力の対象は日本人だったりするわけです。そう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 。だいたいそうだよ。リオじゃないよ。だから、リオの人はさ、逆になんかさ、もうボコボコのと、ね、場所だって、段差があったって、じゃあ手伝うよって言って、こう、ひょいって、すんじゃう。だよな。じゃないですか。海外ってそういうもんじゃないですか。で、日本って意外とそこでちゃんとしたスロープ作らなきゃとか、角度はどれぐらいですかとか、そういう話になるじゃないですか。ほんと、ほんと。ほんとだよ。そう、そこがあの別に手貸してこうみんなで乗り越えればいいだけなんだけど。どっぷりとすり込まれちゃったんだよな。そう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 、別れて、こう、あの、同質化した空間にね。そう。もちろん同質化は悪いことだけじゃないとはいえ、やっぱりこの国際的な世の中の中でちょっとなっていうところが結構。日本人は独特のね、やっぱりあるじゃないですか。ほんとあるある。へえ、そっか。そうそう。あのさ、その一つ聞きたいなと思ったのはね、うんうん、あの、それこそさ、あの、別にその日本人とそれ以外って分ける気もないんだけど、まあ、あの、現実論ね、
あのこの日本語で、概説されたグラフィックと日本語でお届けしているこの今日の会話って、うん、見てくださってる方は日本人の方が圧倒的に多いとは思うのね、うんうんうん、でその中でさ、こう障害者っていうさ、うんうん、もう若干ちょっと話戻るみたいなんだけど、うん、フレーズをこう聞いていくとさ、うん、まあ、それをこう柔らかくするためにパラとかさ、うんうんうん、僕もあの川崎市であのパラムーブメントっていうカタカナ の、はいはい、あのよくわかんないあの委員の末席やらせていただいてるんだけど、どうしてもそのやっぱ根っこは障害者、うんうん、一生懸命柔らかくしようよと。でこの障害者っていうところを突き詰めていくとさ、うんうん、あの障害の種類ってやっぱり身体障害というところ の、うんうん、あの車椅子ユーザーとか、うん、あの視覚障害含めて、うんうんうん、身体障害とあの知的障害、うん、であの精神障害ね、うん、まあ、今この3つの障害の中で圧倒的に増えてるのはこの精神障害っていう、うんうんうん、あの属性だっていうふうにも言われてるんだけど、うんうん、この僕ねあのパラトリもそうだけどクリスさんのアクションですごく強い興味を持っているのはみんなさ身体障害者向けのアプローチでやりたがるじゃない。あパラリンピックなんて極めつけだよね。そうですね、いいとかの悪いとかの問題じゃなくて、うん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 、身体的にハンディがあるっていう、うん、でもこうコミュニケーションは別にっていう、うん、はいはい、でもさそのコミュニケーションが実は大変なのが知的障害と精神障害だったりするじゃない、うんうん、ここのところにさ、うん、すごくちゃんと踏み込んだ具体的ないわゆる企画だったりプロジェクトっていうのを、うん、クリスさんあの矢継ぎ早に、しかも一回やるのは簡単なんだよ、うんうん、これもそうだけど、うんうん、でもそれを継続させるっていうのはかなり強い意志とね、うん、あのその具体的な技術、うん、すなわちプロフェッショナルなあの知識含めてっていうのが必要だと思うんだけどさ、うん、その辺ちょっと一見話がまた次のフェーズどう思う、その身体知的精神っていうこの障害種別への意識あるいはアプローチ、うん、いやなんかさこういうなんか障害とかをテーマにしたプログラムって、うん、こうとりわけこう障害を絞りがち、視覚障害のためのなんとかとか、うん、そうそう、こう聴覚障害の人のなんとかとか分けがちじゃないですか、うん、でもパラトリエンナーレ立ち上げた時って、うん、分ける気さらさらなかったし、うん、分けるっていう発想すらもなかったんですよ、うん、そこまでの知識もなかったっていうのももちろんあるんだけど、うん、でいざこう蓋開けてこうワークショップやってみたら、うん、いろんな人が来たっていう中に、うん、やっぱなんだかんだ言ってあの本当知的障害、うん、精神あと発達障害って言われるような人たちが大半を占めたっていうか、そっちの方が圧倒的に多かったんですよね。あ、やっぱそういう実感を持ったんだ。うん、圧倒的に多い。やっぱその参加してくれる人ってそういう人の方が多い。だからそうした時にやっぱその人たちに楽しんでもらえるとか、その人たちのバリアになってるものってなんだろうとか、うん、それを取り除いていかなきゃっていう風になったから自然とそういう発想になったし、逆になんかもうね、来年じゃあもう参加してくださいとか参加しないでくださいって言えないし、もうそこでもうお付き合いというかやっぱ仲間ができちゃったから、当然その仲間たちのために何かしたいって思うから、なんかねこう最初の先入観的にというかもう入りがねもうマルチで行っちゃったんですよね。あ、そこってさ、うん、多分この番組をご覧の、その当事者のご家族の方はすごく共感されると思うんだけど、うん、多分ねこれあの僕の知る限りにおいて、うんうん、あのいろんなこう活動のプレゼンをするとね、大体そのさっきのさ、うん、どっぷりすり込まれちゃったジャパニーズなおじさんおばさんたちって、うん、障害者っていうと、うん、いわゆる身体障害者しか思い浮かべないのよ。あ、これ致し方ない、いいとか悪いじゃなくて、はいはいはい、でも実はこれ内閣府の障害者白書っていうのが毎年出されてるんだけど、うん、まあ、ここ数年傾向は変わってないんだけど、直近のものでもね、全障害者中大体身体障害者が 45%、うん、で知的が 10%、うん、これ約ね、うんうん、で精神障害が 45%、うん、でよくさ障害者雇用とかさ、はい、法定の基準に達してる運命って、はい、あれで思い浮かべて雇い入れる企業側も、うん、コーディネートする側も結構この身体障害者は比較的、うん、そうですね、対象になりやすい、はいはい、さしコミュニケーションが取りやすいからなのよ、うんうんうん、場所だけね整えてあげればそう、あとはね普通にできますからね。そうそう、でも実はここって年齢別に見ても年配の人が多くて、うん、意外に戦争とか交通事故っていうのはどんどん減ってるがゆえっていうのもあるんだろうけど、うん、これ減っていると、はいはい、傾向は、でも圧倒的にやっぱり知的と特に精神だよね、うん、それこそ元気だったのに会社でうまくいかなくて心折れて部屋から出られなくなっちゃったって、これもある種領域としては精神っていうね、もう本当に
ここは実は増えていると、そうするとやっぱこうコミュもう本当に精神障害っていうカテゴリーのハンディキャッパーはやっぱりコミュニケーションが取りにくいとか、一般の社会生活でこれが当たり前と、それができないあなたが努力すべきっていう力学では解決できない一人っていうその主体者っていうね、こういう環境がある中でさ、ちょっと前行き長くなっちゃったんだけど、サーカスやってんじゃん。はい、ソーシャルサーカス。あれちょっと改めて話聞かせてほしいんだよな。そうですね。ソーシャルサーカスって本当海外ではね、すごくメジャーなジャンルなんですよ。だよね。で、日本のピアノ学校とか、ピアノ教室とか体操教室の感覚でサーカス教室っていうのが、すごくたくさん海外にはあって。で、その中でも特にそのソーシャルサーカスっていう分野はやっぱり何らかのこう事情のあるというかマイノリティをターゲットにした、まあ貧困だったり性差別だったりドラッグの問題とかそういう人をターゲットにしたソーシャルサーカスっていう分野があって、こう社会に送り出すためにサーカスのエクササイズを使ってこうエンパワーメントしようっていうものなんですよね。で、それを今スローレーベルはこの数年日本に入れる活動をしていて、特にそのまあ、これまで障害のある人たちでやってきたっていうのもあって、今はだいたい8割ぐらいは障害のある人たちが対象だと思うんですけどをやってて、まあ、その中には本当知的障害精神障害の人もたくさん参加してくれてるし、あと引きこもりとかね、何らかの事情でやっぱり社会にこう出るのが怖くなってるとか、人とコミュニケーションを取ることに課題があるっていう人が、まあ、サーカスのエクササイズをする中でちょっとずつこう変わっていって、で社会に出てくっていうことなんですけど、いやすごくユニークだと思ってて、特に海外でサーカスっていうコンテンツを使いながら、要は多様にっていうところのこう気づきを生ませるプロジェクトっていうのは知ってた中で、またクリスさんのソーシャルサーカスっていうスローレベルのね、活動ってまたユニークじゃない、要は海外は比較的さ人種とか、比較的人権ヒューマンライツ的な切り口、はい、まあ、貧困含めて多いんだけど、ある種こう障害者障害っていうテーマでこうコミットしてるっていうところでは、結構珍しいんですよ。意外とそう障害っていうテーマでそのソーシャルサーカスやってる団体世界でもすごく珍しくて、やっぱり、でなおかつそれが結構クリエーションっていうこともしっかりやってる団体っていう意味では、もうかなり本当世界でも一つ二つあるかないかっていう中にうちはいるので、そうだよね、相当珍しいので、まあ、ただそういう意味で結構海外のソーシャルサーカスのカンパニーとかにも注目されていたりとか、あとやっぱりさっきの話と一緒で、日本人ってやっぱ日本の文化とか価値なんかあるじゃないですか、慣習とかね、日本すごい的なね、日本的なね、だからそこに海外でこうメジャーだったそのメソッドをそのまま持ってきてもやっぱりうまくはまらないので、日本流にアレンジするってことをやっぱすごくやってるんだけど、逆にその日本流にアレンジしたものを逆に海外の人はそれを学んでくれたりとか面白がってくれたりっていうこともあるので、いや、そうそう、その話をねちょっと改めて聞きたかったのは、ちょっと今前段で喋ってたね、こう日本のいい悪いは別にして刷り込まれちゃった、その身体障害者だけじゃない知的精神の子たちっていうこの存在がねいるんですよっていう、こう強く訴えても、まあでしょうねで終わるんだけどさ、例えばソーシャルサーカス、あるいはこういったパラトリみたいな企画の中で、文字通りオペレーションしているクリスさんは実感したっていう、この実感感をこの参加する市民の皆さんや周辺にいらっしゃる方がね、また感じられるように広がっていけばいいなと思う思いが一つで、もう一つ、それは別にその感情的にいいねっていう話じゃなくて、世界的に見ても今クリスさんがおやりになっているその作家作家じゃないやのサーカスはユニークネスっていうかさ、強みがあるわけだよね、世界の取り組みに比して、でここってなんか無理やり横浜に紐づけるわけなんじゃないけど、フロムジャパンというかさ、あるいはやっぱり横浜ってやっぱ開港の歴史っていう、そうなんですよ、それ大きいんですよ、港っていうね、それがなんかこう日本の中央官庁からどうやって行くよりもさ、こ
こう若干行くばく数十キロ離れた横浜の港っていうバックボーンをまた生かしながら、うん、なんか世界にこう発信していけるっていうのもありなんじゃないかなと思うんで、いやそう思います。やっぱパラトリが生まれたのもスローレーベルもそうだし、うん、パラトリもそうだし、まあ、ソーシャルサーカスもそうだけど、うん、横浜だから生まれたっていうのはやっぱすごく大きいと思います。やっぱ横浜の行政と一緒にパラトリやってて、他私結構全国いろんなとこで活動してるけど、うん、やっぱり他のとこで活動するとまずデザインって何ぞやとかアートって何ぞやとか、うん、なぜそれがいいのかってことを説明するところから入んなきゃいけないじゃないですか、クリエイティブっていうことを。なるほど。だけど横浜ってもうクリエイティブシティだし、それがもうやること前提として結構あるんですよ、行政の中に。だから、うん、なんでアートなの、なんでデザインなのとかそういうこと聞かれないっていうところをまずすっ飛ばしていけるっていうのが横浜は大きいし、あと普通よくある行政とかだと前例のあることをやりたがるじゃないですか、うん、そのどうしても、うん、もう前例があってもう成功すること間違いないものを安全にやりたいみたいな発想が多いんですけど、うん、横浜で逆に前例のないことやりたがるっていうか、カジノとか、そう新しいことをそうそう、あれ結構賛否両論分かれてあの結構あの市役所の周りにこうおーみたいな人いっぱいいるけどいるけど、でもなんかやっぱりこう前例のない全く新しいことを企画して提案したときに、うん、いやちょっとそれはなんか見たことないからとか前例あるんですかとかそういう質問されないんですよね、うん、横浜には、それは結構大きい。今回パラトリエンナーレやっぱコロナの影響で大きくやっぱり私たちも企画を書き直してるんですけど、うん、やっぱその時もこんだけスピーディーに企画書き直してすんなり通ったのは横浜だからかなっていうのはやっぱある。なるほどね、うん、そっか。僕ね横浜って川崎市に住んでんだけど、うんうん、言えば美しが丘とか多摩プラとの、うんうん、結構近いとこなんだけど、まあ、友人とか親戚含めて、まあ、それこそうちの父のお墓とかも横浜にあって、うんうん、まあ、マイホームタウンの一つでもあるんだけど、うんうん、そのなんていうんだろうな、あのロケーションが醸し出す、うん、まあ、海あり坂あり山あり森ありっていう、はい、400万弱のね、まあ、下手すと国一国分の人口のいるあの町を司る、うんうん、行政の方々と、うん、やり取りしてるわけじゃない、うんうん、今はすごくその受け入れてくれますっていうようなニュアンス伺ったんだけど、うんうん、とはいえ大きな組織だし、うんうん、政策にあるいは具体策に落としていくっていうのを理解を促すのって、うんうん、とはいえいろんな苦労ってあるでしょって思うでしょ、うん、そんなないんだよね。マジ、うん、いいな横浜。ないんですよ意外と。引っ越しちゃおうかなみたいな。意外とないんですよ。もちろん、たまに話通じねえなみたいな、人が現れるみたいな。まあ、それはしょうがないよね。それはでもどこ行ってもある。それも多様性だから。うん、それ多様性だからしょうがないけど、でも、私がなんかぶっ飛んだこと提案して、やめてくれって言われたこと一回もない。なるほどな。また一方でね、うん、行政の人たちを批判するとか叩くっていうことが本意じゃないのでね、うん、僕らも実はこの重複支店もね渋谷区の公費を共済としていただいてるんですよ、うん、でそのいただいた公費、まあ、いうところの、まあ、プロジェクトによっては僕らあんまないんだけど助成金みたいなドンドンっていうのを、はいはい、そういう団体も、まあ、いいと思うんだけど、うんうん、僕いただいた以上逆にその考えなきゃいけないと常に戒めてるのはね、うん、そのやりたいことを分かってくれっていう、まあ、相手が企業であり行政であったり、うん、提案する以上、うんうん、その市民の皆さんの血税じゃない、はいはいはい、で渋谷区の場合は区民の皆さんの血税なわけだよ、うんうん、だこの血税をお預かりして、うん、どれだけ預かった以上の効率、うんうん、あるいは効果を客観的に示せるかっていうところは、うんうん、結構強く意識してるのね、はいはい、その辺クリスさんはどんなふうに捉まえてる？やっぱり私もすごく市税使ってるっていう意識あるので、うん、自分がアーティストとしてやりたいこととかではなくてやっぱりこれを今こういう課題が社会の中にあるから街の中にあるからこういう風にしたら変えられるんじゃないかみたいなことをデザインするっていう意識で提案してるんで、だからそういう意味でだからその嫌がられないのかもしれないけど結構その横浜市の課題とか役所の人の意見も聞きながらそれをうまくデザインするっていう返し方をしている。そうなんだよね、うん、きっとねそこがポイントだと思うんだよね、うん、多分今日この番組をご覧いただいている皆さん
の属している会社あるいは団体、うんうん、NPO、NGO の中にはいろいろこう行政に提案して、うん聞いてもらえないとか、やりたいことはあるのにお金がもらえないとか、うんうん、いろんな思いあると思うんだけど、今クリスさんがおっしゃったそもそも行政が持っている課題感というのは、うん、きっと市民の声だと思うんだよね、うんうん、その市民の声を受けて行政が持っているここに悩んでるんだっていうのを、うん、多分クリスさんいろんな企画をされるときに、うん、まずはそれを聞いた上で、うんうん、いかに自分たちの企画がその課題を解決するものなんですよっていう具体策を示しながら、うん、こういった企画をコーディネートされてるんじゃないかなと思う。一応そのつもりでデザインしてますね、プロジェクト。そこが大事だよね。だから僕らも、うん、すごくそこを気をつけてる。うんうん、例えば僕らが示すのは2つ軸があるんだよね、うん、1つは地域の障害者の方々に雇用の場を作っていくとか、うんうんうん、雇用に至る経験の場を作っていくっていう、うんうん、その黙っていると、うん、その方々も公費の受け手になっちゃうんだけど、その場を作ることで要はギャラっていうところもそうだし、うんうんうん、往復に来る途中にそのジュース買ったりするじゃない、うん、水買ったりっていう納税者に消費税の納税者に変わっていく、はい、この軸が一つ、まあ、あとはそのこういった企画をしたときにある程度こうメディアに、うんうん、ご取材を促しながら、うん、そこで出るこのパブリックな露出、うんうん、いうところの媒体換算っていう、はいはい、もし例えば新聞にそれだけ記事の分だけ広告を出したらいくらに相当しますっていう、はいはいはい、広告費にこう換算したらいくら分の露出が、まあ、新聞テレビ雑誌その他に出たかっていうのをある程度金額として明らかにして最低限お預かりしいただいた助成金よりも超えていくっていうのをなんか意識してるんだけど、例えばクリスさんの携わる、まあ、サーカスにしても例えばこうパラトリにしても何かこの横浜市民の皆さんにこんな形で具体を貢献できていますっていうなんか視点ってある？なんか、うん、その広告換算とかはうちもやるんですけど、うん、でもなんかこううまく言えるか分かんないけど、なんかそのアクセスコーディネーターカンパニストを生み出すじゃないけど、うん、そういうなんかねプログラムの中で何かを発明するみたいなことで返してるつもりっていうか、うん、そのプログラムの一つ一つのアクションとかワークショップが何らかそれをこう解決に導くものに なるようにするっていう感じ。いいね、うん、それはそのそれぞれなんていうの人材育成というか、そうですね、こういう役割が必要で素敵な、まあ、全部にマニュアルとは言わないんだけど、うんうん、なんかこう共有できる何かっていうものがあるわけ。それをこうなんかこう実際にこう報告書に合わせて今回こんな感じで発明、ま、ノウハウですみたいに。マニュアル化はしてないんですけど、うん、とかたまにするんですけど、うん、でもその毎回はマニュアル化してなくて、ただその、うん、育成講座をやったりとか講座のフィードバックの回とかそういうのをかなり丁寧にやって、なるほど、でそのフィードバックを配信するとかレポートにしてまとめるとか、あ、いいね、っていうやり方を結構丁寧にやるっていう。あ、いいね、うん、それは参加する方は比較的市民の方ですね。それはいいね、うん、ダイレクトに。そうですね、今生活を営んでおられる方にこう返していける。そうそう、そとかいい、またはその例えば今やってるの、今っていうか最近やってるのは、うん、市内の体育施設の運営団体の人とか、うん、その直接的に B2C で市民に行くんじゃなくて、その市民にプログラムを提供してる人に対してノウハウを共有するみたいな、うん、あ、いいね、そうするとその人からこう派生して、うんうん、何かそのうちの何らかの要素がその伝わっていくっていう。そうだよね、そのパスしたその人はきっと周辺にいるまあ、何人かにまたこれまたね伝播させてってくれる。そうですね、だそのネズミコースタイルじゃないけど、いいねネットワークビジネスモデルみたいな、ネットワークビジネス的なやり方で広めるっていうのをここ数年は結構意識的にやってますね。ああ、いいね、うん、いや実は今年さこの上福祉も 100% オンラインなのよ。はいはいはい、でこれ今日までこのイベントやってきた中で、うん、渋谷の街に出てこいよと、はいはい、すなわちハンディがあるプレイヤーの皆さんの姿を晒せっていうことをやってた、はいはい、一方でね、うんうん、いや実は医療的ケアを受けてて病室から出らんないんですとか、はいはい、心が折れちゃってて部屋から出らんないんですっ
行きたいんだけどっていう声が実は何件かあったの、はいはい、ここに答えていなかったのよ、はいはい、なのでこの COVID-19 のあの1月2月の状況で要は世の中がその緊急事態なんとかになる前に今年はオンラインだって決めてやった中で、うんうん、それでもねそのハンディを持ってる人の、うん、あのちょっとごめんねガーデン飲水しちゃって、うん、仕事っていうのはこのオープン前の会場に人のいない段階で全てクリーンナップしていただく、うん、見ました、素晴らしいのはあの外さず入れてんのね、うんうん、リアルでは、うんうん、と同時にこの COVID-19、うん、すなわち新型コロナイベント運営、うん、あのウイルス対策マニュアルっていうのをすっげえ時間つく、はいはい、かけて作ったのよ。で、それはマニュアルが素晴らしいんじゃなくて、うんうん、それを作る過程で、例えば渋谷区役所、あるいは文部科学省さん、うん、あるいは企業さん、行ったんだけど、意外にあるようでないのよ、はいはいはい。で、そのパーツを集めながら、我々なりに消化して、うん、期間中延べ350人のボランティアスタッフが働いてるんだけど、うんうんうん、あの、1週間前から検温を始めながら、それに乗っ取って今オペレーションしてるのね、うん。もしかしたら今年の僕らが生み出せる、うん、さっき偉そうに言った、うんうんうん、行政に示せる助成金の対価の一番新しい版は、うん、この、ノウハウかな。なるほど。これちょっとさ、終わったらまたお知らせするから、ありがとうございます。なんか使い勝手のいいようにポイント化してもらって、ありがとうございます。パラトリエンナーレに貢献できたら嬉しいな。ぜひ。うん、あの、そういう意味で言うと、うん、うちが今年発明しようと思ってるとか、うん、生み出そうと思ってるのは、うん、逆に、あの、インターネットにアクセスすることに困難のある人がいるんですよ。確かに。だからなんかその今の日本の福祉の世界ってめっちゃアナログっていうかデジタルテクノロジーアレルギーの人多いじゃないですか。間違いない。そうするとこういうプログラムをオンライン化するって言った時にやれ Zoom だやれ YouTube だにこうつなぐことを抵抗するっていうのが起きていて、で今って施設に通うこともできない、うん、でプログラムがどんどんオンラインになってるのにオンラインにも参加されてる、本当どんどん孤立しちゃうなと思って、そこに対してどうやってあのテクノロジーというかデジタルテクノロジーとかこのオンラインの技術っていうのを入れていくかっていうのが今年のパラトリのチャレンジ。いいね素晴らしい。このおじさんおばさんの硬い頭をいかににこやかに柔らかくするかって、そういう感じ。もうズーム安全ですよとかっていうのをインターネットって安全ですよみたいなことをどうアプローチするかみたいな、なるほどね、ことが結構今年のチャレンジですね。いいね。ちなみにパラトリはディティールとしては何月何日ってお知らせはこの後に出てるのかな。あ、じゃあお知らせは、はい、この後中島さんいますけど、私からもあの言わせていただくと、うん、もうあのすでに始まってるんですよ、ね、パラトリテレビっていう中島さんナビゲーターの番組はパラトリの YouTube チャンネルで、ありがとうございます、もうあの始まってるんですけど、うん、コア期間が11月の17から24日まで、横浜の新視聴者でありますので、でもそれもねやっぱり新視聴者に来てねというよりかはそこから配信するので、同じようにこうスタジオを11月に横浜の新視聴者の中に作っちゃおうっていう感じですね。ああ、そうなんだ。まあ、あれだよね、行きたいのに行けないっていうそのもじもじ感がさらなるいつか行くぞというモチベーションを高めるっていうのはあるからね。そうなってくれるといいなって感じですね、うん、その途中はぜひあのオンラインをぜひ活用していただいて、はい、おじいちゃんとかおばあちゃんの方がむしろ平気でスマートフォン使いながら本当ですか、孫とチャットしてるっていう、あ、まあ、LINE とかみんな使ってますよね。そういう風景もかなり顕在化してきたからね、うんうん、ぜひあのアレルギー持ってらっしゃる方はそちらもにこやかに解決していただきたいと思います。していただきたいです、はい、ぜひということで、ちょうど時間もいい感じになってきましたので、はい、須藤さんありがとうございました。どうも今日はありがとうございました。じゃあ皆さん引き続き番組の方楽しみください。ありがとうございます。パラトリ TV 見てるよ。ありがとうございます。降る何が降る、どこに この世界にはたくさんの降るがあって、私はそれを知りたい。
視線の先から言葉が降ってくる。捕まえて、描いて、伝えて、言葉が温度を持って揺れている。はい、ありがとうございました。ただいまご覧いただいた、手話と詩の往復書簡の、映像の、制作と編集、制作を担当しております和田と申します。この映像に関しては詩人の三住瑞希さんという方と、あと表現者の南雲舞さんという方、お二人による往復書簡という形で、制作を進めてまいりました。で、三住さんが言葉を考えていただいて、選んでいただいて、その言葉を一ついただいて、南雲舞さんがそれに対してその言葉の手話を起点にしながら表現を広げていくという形になっております。でここで冒頭の降る、何が降る、どこにっていう言葉が入ってたと思うんですけど、これは往復書簡を作っていく中での非常に大きな発見といいますか、でもありまして、その降るっていう動詞だけだと、手話の場合は何が降るのか、雪が降るのか、雨が降るのか、何が降るかによって表現が変わるんですね。うん、でそこのところの発見とかを北海道にいる三住さんと南雲さんとで往復書簡という形で言葉をいただいて、自分で自撮り撮ってた YouTube をお送りして、で最後また映像に編集してっていう形で制作が進んできたものになっております。なるほど、和田さんありがとうございます。ありがとうございます。これは先ほど今こう見たVTR のやつは南雲さん、はい、南雲さんが踊ってるところっていうのは和田さん実際に立ち会って、はい、編集とかカメラのと一緒に、はい、こう私はピーちゃんなんですけど、ピーちゃんの友達の、振付師の熊谷さんが、はい、南雲さんとねお会いしたことがあって、ね、いろいろやったことがあるんですけども、作品を熊谷さんが作られてるのは、はい、ご友人の、そうなんです。彼が言ってましたけども、南雲さんってすごく明るく、はい、いろいろこう作品に取り組む方だと思うんです。今回は南雲さんが、三住さんからの言葉を聞いて、で彼女自身がクリエイトしてるっていうことですもんね。そうです、そうです。最初の打ち合わせの時に、うん、三住さんから実はいろんな種類の言葉をいただいていて、ほうほうほう、でその分け方がたまたま名詞いくつか、形容詞いくつか、動詞いくつかっていう形でいただいたんですよ、うん、はい、それで南雲さんが、あ、動詞ってだと実はその先ほども言ったように、物が何かが分かんないとその表現できない、表現できないというか、表現が始まらないんですよ。降るっていう表現だけっていうのがないっていう。そうです、なんか言葉としてはもちろんあるんですけど、雨が降るのか雪が降るのか物が降ってくるのかによってだいぶ表現の広がりが違うっていう時に、あ、そこから始めたらすごく面白いかもねっていう形で、もう南雲さんが、そこからは後の表現に関しては南雲さんがお家である種往復書簡なので手紙的に表現を考えて、で YouTube で撮っていただいて、それを三住さんに渡して、で三住さんはそこの何を表してるのかっていうのは言葉になってない状態で、南雲さんの表現だけを見て次の言葉を考える。なるほど、いい感じになって、それでお互いのこの想像力でこうつながっていくっていうことをやっている。そうです、そうです。これでも手話とはまた違うじゃないですか、南雲、はい、さんがやっているこの表現は、はい、でそれに関して南雲さんが何かこだわっていることとかっていうのはありますか？そうですね、なんかここでやりたいことは、うん、その手話のというか、その降るっていうイメージから、そのイメージの中で遊ぶっていうことをどのくらいできるかみたいなところがありまして、最初は雨なのか、なんか水みたいなものがこう 顔に来たりとか、うん、光みたいなものがこう空を中央降ってきたりとかっていう中で遊ぶっていうこと、そのイメージと体で遊んでいくっていうのを、手話っていう言語としてではなく身体表現として作っていくっていうことにこだわっていらっしゃると思います。なるほど。VTR の、ね、動画の中の南雲さんもすごくこう
目がいつも輝いているっていうかね、はい、素敵な人ですよね、あの方ね。すごく素敵で、あと今回あのカメラマンさんが最後入って編集になった時に、うんうんうん、あの今までその手話って結構ずっと正面で撮るっていうのが結構多かったんですけど、あ、それはしっかり伝わるように、そうですね、正面で言葉なのでこう言葉言語として伝えるっていうのが多かったんですけど、はい、うん、その下から仰ぐように撮ってみると、ね、降るっていう表現が一個一個何が降ってきてるのかっていう手の動きが細かくなっていったりとか、なんかそういったところにいろんな発見があって、で今回あの映像としてはミスミさんが最初に話されて、南雲さんの表現があって、うん、ミスミさんっていう風にだいぶ分かれてたと思うんですけど、うん、2回目3回目を追うごとに2人がちょっとずつ融合していくといいますか、おという形で映像を編集できたらなっていう風にも思っているので、ぜひ第2回第3回をパラトリテレビの配信を楽しみにしていただけたらと思います。この今見せてもらったこの映像の先は和田さんはもう知ってる？まだ知らない？実は南雲さんがその言葉を受け取ってどう話されたのかまでは知ってる、話されたか表現されたのかまでは知っていて、これは でもその後その映像を受け取ったミスミさんが、うんうんうん、これってなんだろうみたいなのを思ったミスミさんの受け取り方を次は追いかけていけたらなと思っていて、映像は結構実験を繰り返していながらになってます。これ今これ映像だけども、例えば、はい、これがこうリアルで行われる場合ってちょっとこう連想ゲーム、はいはい、ジェスチャーゲームみたいな感じになる、なんかそうですね、なんかまだ全然その11月だったりパフォーマンスになるのかトークになるのか、うん、最後映像になるのかっていうのがまだあれなんですけど、でも例えば降るっていう言葉を、うん、じゃあピーちゃんにお渡しして、はい、何が降るのかを想像してもらって降らせ方を考えてみるとか、なるほど、そういう食べ物がね降ってきてほしいよね、ピーちゃん的にはきっとね口を開けてね、口を開けてね、こうやってね欲しいですよね。なんかそういうその巻き込み型のパフォーマンスとかにも広がっていける可能性のあるプロジェクトだなと思って、すごい、これはでも今の時期だからこそその行く先を決めないというか、そうです ね、どこにたどり着いていくかっていうのが、うんうん、これからもこのでも完成形は実は11月に皆さんで見れたりしますか、はい、そうですね、あの本当にこのコロナ、まあ、その状況があって、その家の中でどういうふうに形のそれぞれがクリエーションできるかっていうので、うん、とてもイマジネーションを大事にしてきたプロジェクトでもあるので、うんうんうん、なんかそこからまた第2回目の映像、はい、第3回目の往復書簡っていうふうに経って、最後それらをの映像とともにどんなふうにお見せできるかっていうのをお楽しみにしていただけたらと思います。この私のピーちゃんのお友達の熊谷くんはよく舞台でも踊るんですけども、舞台で踊るときとやっぱり映像でこういうふうにこう見るとだいぶやっぱり映像ならではの、さっきあの和田さんが言っていた、空から何かが降ってくるから下からこう見上げるカメラで撮ってみようとかっていうので、それを三角さんが今見てるわけじゃないですか。それってすごく僕の友達の熊谷くんが言うにはすごく新しいコミュニケーションで、それはそれでまたすごく面白い、こういうふうに今ピーちゃんと和田さんみたく面と向かって今ここにこういますけども、これとはまた違うコミュニケーションができるでしょう。本当にそうだと思います。その時間の流れ方とか時間軸っていうのを一回取って保存してまたお渡しするっていうのが、うん、すごくのちょっと往復書簡の手紙の、ね、またそこに留まるものを渡すみたいな面白さがすごくあるなっていうふうに。それはちょっとドキドキしますね。だってお手紙書くみたいなものでしょ。そうです。お手紙自分で書いた後にじゃあ三角さんに届けって言うんだけども、北海道まで届くの時間かかって、あれ三角さん読んだらどう思うかなとかちょっとドキドキしながら待って、三角さんからまた返事が来る。これはなんかもうやっている2人がすごく楽しそうですよね。そうですね、あの2人にとってどんなイメージがこう伝わったりとか、うん、そのどんな風にそれを受け取ったのかとかをそのある程度その全部言っちゃわないようにその往復書簡ではやってるので、なるほど、ある程度の想像の どんな風に受け取ったからこの言葉なんだろうみたいなことの余白を残しながら、それも多分その最後11月の時に三角さんと南雲さんとで話していただけると楽しみです、ね、その話も聞ける
かもしれない。でも今はその間にはずっとも和田さんが入ってるでしょ。あ、そうなんです。今制作の中では皆さんのやり取りを拝見させていただいてて、すごく贅沢な時間。ね、これはもしかしたら一番こういいポジションですね。そうですね。はい、そこにいるっていうのは二人のドキドキも見ながら。はい。とても楽しい制作。これはいつひらめいた企画ですか。この企画自体は本当に、うん、5月6月ぐらいにこのパラトリテレビっていうお話をいただいてから、うんうんうん、じゃあ南雲さんのパフォーマンスをしようかとは思いつつ、うん、そのじゃあ言葉をどういうふうに、その例えば何ですかね、世界っていう言葉を聞いた時に、はいはい、ピーちゃんはそのどんなイメージを持つのか。なるほど。ピーちゃんは大抵飛んでますからね。ピーちゃん飛んでます。上から見た絵がピーちゃんの世界。あの上から見た図というか。そうです。景色が。そうです。ピーちゃんの世界だと思うんですけど、私だったら例えば、はい、家族が思い浮かんだりとか、うん、なんかそういう一つ一つその言葉が持つイメージっていうのは、いい意味ですごく違う。そうですよね。今こんなに違うもんね。今こんなに家族と世界が。上から見た。上から見た景色と。家族って言えばよかったなぁ。そんなことないんですけど、うん、でも本当にそういう一人一人のイメージっていうものが、一人一人の中にあるっていうことを楽しみながら、でもそれを、その形としてというか手の表現として表していく手話っていう言語と、その可能性、身体表現の可能性っていうものを、じゃあ一緒に詩人の三角さんと南雲さんとでやり取りしていけると面白いんじゃないかな。南雲さんがやってくださってるのは手話ではないけども、やっぱり南雲さんは手話もできるから、そのこともこう頭と体にありながらだから、また面白いかもしれないですね。そうですね。本当になんていうか、手話の中にはいろんな基本文法というか文法があって、うん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 、こういうふうに、例えばコップを表すときにカップの形を表したり、うん、今このマイクもこういうふうにマイクっていうふうに表したりするっていう、はいはい、そこのイメージを形作っていくっていう、うん、基本文法があったり、うん、その逆にじゃあこのなんていうんですかね、こう雲があったときに雲になる、はい、でその雲を自分が雲になったふうに表すっていう文法があったりして、それらの手話の文法が南雲さんの中に体にありながら身体表現に繰り出されていくので、すごくその手話を主な言語としている体ならではの体の動き方、イメージの広がり方っていうのはすごく楽しんでいただけるんじゃないかな。さっきね、見ててすごく思いました。本当ですか。で、手話はやっぱり人に何かをこう伝えるためにあるものじゃないですか。で、僕の友達の熊谷くんがやってるのも、一応伝えるために踊りがあるんだけども、その基本文法が踊りにはないじゃないですか。うんうん、だから意外と伝わってそうで伝わらなかったりとか。でもやっぱり、この僕たちも随分熊谷くん喋るね。そうだね。やっぱ僕たちもこの言葉っていうのを使ってもなかなか食い違うことがあるから、いろんなことで自分を表現していかなきゃいけないし、それこそいろんな人が多様性がありますからね。ちょっと熊谷くんが出てきすぎてるね。そういうこともね、思ったりしたら、すごくこれ新しい表現として素敵だなと思って、この南雲さんとね、三角さん、ピーちゃんも熊谷くんも楽しみに、だいぶ楽しみにしてます。ありがとうございます。11月に。ぜひ11月に楽しみにしてます。ね、そうですよね。だから和田さんの中でもまだまだドキドキが。そうです、ね、本当にどうやって三角さんが見たのかっていうのをどうやって追っかけられるかとか、これからかなり実験が動いていくと思うので楽しみにしていてください。そうですよね。いや、でもたくさん今日は和田さんとお話ができてよかったです。なんだかとってもね、さっきからこうチラチラチラって向こうに出てる時間が10分になったり1分になったりしたり、いろいろびっくりしたけどもね、でももういいんだろうね、もうそらそらでね、そういうことでございまして、じゃあこの様子はまだまだ、このパラトリ TV でも追っていきますので、よろしくお願いします。ぜひ楽しみにしていってください。それでは和田さん、ありがとうございました。皆さんこんにちは。横浜パラトリエンナーレ参加アーティストの井上優衣です。私は
人が自然と関わる中で生み出してきたさまざまな知恵に興味があり、各地に滞在しながら身近にある素材や技法を使って手仕事による作品制作を行ってきました。横浜パラトリエンナーレでは2014年からホワイトスケーパーという市民参加型の作品を作らせていただいています。2014年は巨大な生命の体内のようでありながら逆さまになった白い山の連なる不思議な風景を作りました。2017年はアジアの国々などにも行って、さらにたくさんの多様な人たちに参加してもらうことで、みんなの手によって生まれた網目が細胞が増殖するようにどんどんつながって大きくなりながら空間へと広がっていきました。2020年は人々の想像力や好奇心をキーワードに、皆さんに作ってもらったさまざまな形のパーツをつなぎ合わせていくことで、個人の想像力を超えた不思議な生き物のような存在がたくさん空間に浮遊する光景を作り出したいと考えています。11月のコア期間中に新視聴者のアトリウムに出現するパラトリテレビの特設スタジオの周りを飾る作品になります。それでは早速ホワイトスケーパーの作り方に参りましょう。はい、さて続いてのプログラムはみんなで作ろう井上由衣のホワイトスケーパーのコーナーです。今日は作家の井上由衣さんの代わりにスローレーベルの、野崎さんが教えに来てくれています。野崎さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなで作ろうということなのでね、今日は、なんとこの中島が、視聴者を代表して作ることに挑戦したいと思うんですけど、あの野崎さん、私結構不器用なんですよ。で手先がね不器用なので、多分こういうのすごい苦手なんですけど、できますかね。大丈夫です。大丈夫ですかね。全然、あの誰でも簡単にできるので。初めてなんですけど、はい、ぜひ挑戦してみてください。ではやらせていただきたいと思います。じゃあ教えてもらいましょうか。はい、はい、教えてもらいます。はい、これあの素材がですね、はい、あのハイパーヤーンという、はい、ハイパーヤーン、はい、プラスチックのちょっと特殊なあの糸になってまして、ちょっとワイヤーとか針金のように、あの形状保持、形状保持、あの形がですね、ちょっとあの針金っぽくあの、はい、形作るのがすごい簡単なような感じでできている特殊なプラスチックの糸です。まあ、基本の編み方というのを今やってみたいと思います。はい、お願いします。はい、この見えるかな、編み途中のところにこう、はい、ベロンと突起ができているんですけども、ここにこの糸をちょっと引っ掛けて、はい、入れる、はい、入れる、はい、皆さん見えますか。入れますか。見えますか。はい、入れる、うん、でこの糸入れただけだと、あの止まらないの で、ずれちゃうので、もう一回この糸にくぐらせます。くぐらせます。はい、すると、あのここが輪っかになったんだ。輪っかになって止まるので、そうしたら、この輪っか、できた輪っかの、次、すぐ隣の輪っかに、また糸を入れます。はい、ほうほう。で、出ているところの輪っかに入れる。輪っかにまた入れて、できるかな。やってみようか。やってみますか。なんとなく分かったかな。この出っ張ってる、すごい、網に私顔が埋もれてますね、今ね。この出っ張ってるところに入れるんですよね、まず。入れて、で、もう一回、回す。もう一回回す。こう。あ、こうか。はい。で、2回転しないと、ね、あれなんですよね。そうなんですよ。2回転、1回だけ通しただけだとずれて、輪っかの大きさがずれてしまったりするので、はい、2回転でちゃんと止まってるなっていうのを確認してから次に行くっていう感じのものですね。はい、で、あのこれを実は、はい、あのひたすら続けていくだけなんですよね。そうすると綺麗なものが出来上がるんですね。はい、こうやって進んでいくと、はい、おしゃれですよね、これ。こういう形になります。すごい。これちょっともっとやってたいです、私。1時間ぐらい。
ぜひぜひ。はい、今回はですね、はい、作る方によって、はい、この作るものの大きさだったりとか、うんうん、形は、はい、もう自由に作っていただいて大丈夫。形も変えられるんですね。形も変えられるんです。形の変え方はですね、はい、この輪っかの数で形を変えることができるんですね。輪っかの回数を変えれるんですね。回数を変えたりとか、はい、あとはこの輪っかの一つの作る輪っかの大きさを変えると、はい、例えばこの輪っかの数が少なくなったり、はい、輪っかの大きさがちっちゃくなったりすると、うんうん、これしぼんでいくんですよね。あ、かわいいですね、しぼませるのも。で、逆に大きくするとどんどんこう円のように広げていくことができたりするので、ちょっとこう虫になってやってみつつ、ね、この素材と、ね、まあ、遊びつついろんな形を自由に作ってもらえたらなと思います。自分だけのこうオリジナル作品になるわけですね。はい、そうなんです。なんか心のあれが現れますね。なんか広くしたいときはこう大きくして。そうですね。でも本当にその思いついた時に思いついたことをやるっていうので、はい、うんうん、全然不思議ないろんな形になっていくので、とても面白いんですよ。確かに、その時にしか生まれない大きさで、皆さんのオリジナリティが出る作品になりますね。はい。すごい、私、すごいです。なんか、なんていうの人みたいになって、ちっちゃいのと大きいのと、すごい混ざっちゃってるんですけど。すごい、大丈夫ですかね。初めてなのに素晴らしいです。本当ですか。一応、できましたよね。はい。一応できてますよ。ほら、大きさすごくないですか、この違い。こんな感じで。実はこの作品、はい、2014年パラトリエンナーレが始まった2014年から、はい、まあ、ちょっとずつ形を変えて、はい、でも編み方と素材は全部一緒で作品を制作をしているんですけど、はいはい、2017年の前回のパラトリエンナーレの時なんかは、はい、海外の人たち と一緒に編んだりしたんですよね。井上さんがですね、はい、東南アジアのインドネシアだったりとかカンボジアだったりに訪れて、うん、そこでワークショップをしてその現地の人たちと一緒に編んだものが横浜で展示されるっていうことだったんですけど、今度の11月にも、はい、この過去に編んだ作品っていうのをちょっと再利用しつつ、11月のコア期間に、はい、登場することになると見ることができるんですね。はい、思います。そのじゃあさっき言ってたこのホワイトスケーパーはこう見てる方で参加したいっていう方がいた場合はどんな感じで参加したらいいか教えてもらってもいいですか？はい、そうですね、はい、今年はですね、はい、皆さんのお家でこういった編むっていう作業ができるようにしたいなと思っているんですね。はい、うんうん、なのでウェブサイトなどから申し込みいただいた、はい、方にですね、ご自宅にこのハイパーヤーンの糸巻きをお送りして、はい、パラトリテレビの井上由衣さんが教え編み方を紹介している動画を見てもらいながら、はい、いろんなところでお好きに編んでいただくということにしています。で、その皆さんがお家で編んだものを横浜に送ってもらって、はい、送り返すんですね。はい、送ってもらい、はい、それをですね、実際に井上由衣さんが、はい、皆さんの作ったものをいろいろつなげたりとか、くっつけたりとかして、はい、最終的に11月の横浜パラトリエンナーレコア期間に横浜市役所に大きなインスタレーションとして展示をする予定です。まあ、どこでも、うんうん、糸と手があればどこでもできるので、皆さんのそれぞれのご自宅ですとか、うん、あとは小学校施設とか、うんうん、まあ、あと学校とかみんなでやりたいなっていうところとかも大歓迎です。わあ、すごいですね。
井上由衣さんもですね、はい、最終的には井上さんが形を作っていくんですけども、はい、井上由衣さんの一人 の、はい、想像力では、うんうん、思い浮かばないようないろんな人の想像力だったりとか、うん、手から作られたものっていうのをつなぎ合わせて、はい、作っていきたいなというふうにおっしゃっていたので、はい、楽しみですね、はい、ということでね、野崎さんすいませんね、入り込んじゃって。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ということで、野崎さんでした。皆様、ありがとうございました。楽しかったです。はい。いや、楽しい。ピーちゃん、楽しかったわ。ピーちゃんもできるかもね。楽しかった？楽しかった。できるかな？ぜひピーちゃんも参加してほしいな。でもピーちゃん鳥だからさ、ちょっと網が怖いんだよね。うまいこと言う、ピーちゃん。壊れちゃうからね。ピーちゃんがね、捉えられちゃうもんね。そうそう、捉えちゃうよね。トラウマだね。鳥だけにね。でもあれだね、今の網りょうこちゃんいいね、自由な性格が出てた作品になって、やっぱりすごい形になってますね。それぞれの、ね、性格が出ます、うん、出ますね。ぜひ皆さんやってください ね、はい、でもね、あっという間でもうね終わりなんです。実はあっという間でしたね。ピーちゃん早かったですね。そうなんだ、すぐもう終わりです。もう終わりなんですね。どうだったピーちゃん。ピーちゃんは今日ね、和田さんとゆっくりお話ができて、ね、非常にね楽しくて、うん、これから楽しみな、はい、プログラムですよ。元友達のね、熊谷さんがきっと楽しみなんだろうな。そう、もうお友達の熊谷くんがね、よく今日は出てきました ね。仲いいんですね、ピーちゃんと熊谷さんは。いつもね、一緒に飛んでますからね。飛べるんですね。彼もちょっと飛ぶらしい。そうなの、会ってみたいですね、熊谷さん。ぜひね。よこちゃんは今日どうでした？私はね、もうハイパーやん。ホワイトスケーパーがすごく楽しかったですし。すごい楽しそうだった。はい、楽しかったし、ディレクターズトークもすごく面白いし、共感できる部分がね、いっぱいあって。たくさん勉強というか、たくさんいろんなことを気づかされましたね。うん、そうですね。気づかされた。でもね、きっとね、二人は、ピーちゃんよりももっと自由に飛んでるね。うん、飛んでる。すごい。ね、いや、飛んでるね、自由にね。なんか刺激もらえましたね。本当、そうそうそう。そういうお二人の話を聞く。よかったです。ね、今日よかったですね。すごいよかったですね。うん、短い時間でしたが、まあ、横浜パラトリエンナーレの魅力をね、少しでも体感していただくことができたんじゃないかなと思います。ですね。私たちね、よかったです、今日は。はい。いやでも今日はね、りょうこちゃん、キャスターに挑戦っていうことでね。いや、本当です。初めてのキャスター。いやー、緊張した。緊張しましたね。ピーちゃんがこうパタパタこう自由にしてるときにずっとこう台本読んでたもんね。そうですね。ごめんね。楽屋でずっと読んでて。ごめんね、ピーちゃん。携帯やるか、本読むか。いや、大丈夫。そんな真面目な涼子ちゃんの邪魔にならないように僕は静かに飛んでたから全然大丈夫なんですよ。ありがとう、いつもピーちゃん。ピーちゃんが隣にいてくれてね。心強いですよ。ありがとね。隣にいるしかできませんからね。これからもよろしくね、ピーちゃん。これからもよろしく。はい。楽しかったね。ということで今日は生配信、はい、重複支店コラボ企画を皆さん見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。またね、またバイバイ。でもさ、ピーちゃん言うほど緊張して見えなかったよ。本当？うん。でもあんなこと言ってたっけな。改めて見てみるとやっぱり覚えてない。いやいや、すごい上手かったし、ある意味トークの才能あるかもね。本当？うん。嬉しいな、そんなこと言われると。天才だなんて。いや、天才とは言ってないよ、ピーちゃん。ピーちゃん、ピーちゃん。はい、ということで本日もパラトリテレビ見てくださってありがとうございました。もしよろしかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでまた次回お会いいたしましょう。さようなら。詳しくは公式サイトへパラトリ2020で検索。